はいどうもリオスです。今日のメインは牛肉ということで、ふるさと納税でもらった牛肉を使って料理をしていこうかなと思います。まずは玉ねぎの皮を剥いて薄切りにしていきます。今回は牛肉を使ったビーフストロガノフを作りますので、玉ねぎの、ね、食感を残したい方っていうのは薄切りじゃなくてもう少し、ね、厚切り串型切りにしても良いです。僕は結構カレーもそうですけれども、玉ねぎはね薄切りにしたものの方が好きなので薄切りにしております。まあお好みに合わせてね切り方をね変えていただければ良いかなと思います。で次はねニンニクを切っていきます。ニンニクはこの底の部分を切って潰すと周りの皮がね簡単に剥がれるのでおすすめです。あとは粗くねみじん切りにしていきます。生のニンニクがない方はチューブで代用しても OK です。次はマッシュルームを切っていきます。ビーフストロガノフといえば僕のイメージではね、マッシュルームがね、必要なので、必要というかね、必須ですね。必須なので、マッシュルームも入れていきます。マッシュルームは少しね、厚めに切ってあげると食べた時の、ね、食感だったりもわかるのでおすすめです。だいたい3ミリからね、5ミリぐらいでいいかなと思います。水煮のマッシュルームもあるんですけれども、缶詰のね、やっぱりこの生のマッシュルームを使うとね、味が全然違うので、できればね、生のマッシュルームを使ってほしいかなと思います。まあ、ホワイトとブラウンに関しては正直ねどちらでもいいです。そこは、まあ、あるものをね用意してもらえればいいかなと思います。スーパーに行けばね大体売ってますし、値段に関してもそこまで高いものではないので準備することをお勧めします。次はですねボウルに牛肉を入れて小麦粉をねまぶしていきます。今回ねふるさと納税の牛肉のだいぶねいいお肉使ってるんですけれども、まあ、そんなにねいいお肉じゃなくても全然いいかなと思います。まあ、このようにですね小麦粉を入れたら全体にね絡まるようにしっかりとね和えていくという形です。小麦粉で牛肉をねコーティングするような形で考えてもらえれば OK です。ではですね調理に入っていこうかなと思います。まず火のついていないフライパンにニンニクとバターを入れて、それからですね火をつけていきます。で温まってきたらですねバターを溶かしながらニンニクのね香りが出るまで炒めていきます。いい感じにバターとニンニクの香りがしてきたら、そこに玉ねぎを入れて塩を振ってね炒めていきます。塩を入れることで玉ねぎからね水分が抜けやすくなるのでしんなりしやすくなります。まあ、もっとね時短したいっていう方に関しては玉ねぎをねレンジで温めておくとより時短になります。まあ玉ねぎの色が変わるまでさっと炒めたら、そこに牛肉を入れていきます。でさらに小麦粉を追加して全体に絡めるように炒めていきます。よっぽどダマにはならないと思いますので、普通に炒めてもらえればいいかなと思います。まあ、牛肉とかは適度にほぐしながら炒めていくという形ですね。である程度色が変わるぐらいまで炒まったら、そこにマッシュルームを追加してさらに炒めていくという形です。そしたらそこに水とコンソメですね。コンソメはキューブでも全然 OK です。でウスターソースにケチャップを追加していきます。ケチャップの代わりにねトマト缶なんかを使ってもいいんですけれども、そうするとねちょっとさっぱりした仕上がりになります。あとはこれを全体を混ぜ合わせながら煮込んでいくという形です。ビーフストロガノフって名前だけ聞くとね結構難しそうなイメージがあるんですけれども、実際そんなことはなくて簡単にできます。でこのようにですね煮込みながらだいたい10分ぐらいね煮込んでいく形ですね。10分ぐらい煮込んでいくと、さっきの水分が小麦粉と混ざり合ってとろみが出てくるんですね。でいい感じ、これぐらい10分ぐらいやるととろみが出てきます。そしたらですねここに牛乳を入れていきます。まあ、本来であればサワークリームとかを入れるんですけれども、サワークリームってねなかなか手に入らないのとちょっと高いので、今回は手軽にできるように牛乳にしました。で牛乳で代用する場合はサワークリームって結構酸味があるのでレモン汁だったりお酢を追加するんですけれども、今回ねなしでもいいかなと思いまして使わずにやっております。である程度混ざったら塩ですね、塩とブラックペッパーを入れて味を整えていきます。あとは味を見ながら塩とかブラックペッパーの量を調節していくという形です。入れたら 2,3 分煮込めば OK ですね。では盛り付けていきます。ご飯はお好みの量を盛り付けてもらえれば OK です。基本僕は玄米を食べるんですけれども、今回はねビーフストロガノフということで白米の方が合うんじゃないかなと思って白米を用意しました。実際ねどちらでも大丈夫です。でご飯をしっかり盛ったらビーフストロガノフも流し入れていきます。本当にここまでの工程ね、切って炒めて煮込むっていう本当にねそれだけですし、変わった材料はねほとんど使ってません。家にある材料でできるものばかりじゃないかなと思いますので、ぜひぜひね試してほしいかなと思います。こんな感じでいい感じに盛れば OK です。完成。牛乳で作るビーフストロガノフ。
それでは実際に食べていこうかなと思います。今回ね、サワークリームの代わりに牛乳というところで、味ちょっとね心配だったんですけれども、食べてみてびっくりですね。めちゃくちゃ美味しかったです。これはもうリピート確定だなっていう形でしたね。ぜひですね、みんなもめちゃくちゃ簡単なので作ってみてください。ではでは、バイバーイ。